ウィーリンゲン級フリゲートは、ベルギー海軍のフリゲートの艦級、E-71 型とも称される。第二次世界大戦後、ベルギー海軍は、イギリス海軍ベルギー部隊を母体として再建された。このため、1950年代及び1960年代を、通じて、その主力戦闘艦は、フラワー級コルベットやタコマ級フリゲート、また総海艇を転用した。 アルジェリン級護衛艦などといった共用艦艇によって占められていた。1960年代よりこれらの代替計画が開始された。特にアルジェリン級についてはもともとが戦時急増艦であったことから更新は急務であった。本格的な開発作業はオランダ海軍の支援のもと1964年より開始された。 当初に検討されていた案は900型と呼ばれるもので2000トン未満という小型のフリーゲートでありながら対戦線を重視して艦載機として紹戒ヘリコプターの運用能力を備えていた。しかし間もなく汎用性を向上させるために艦載機の運用設備を省く決定が下された。この変更を受けた設計案が E-71 型であり、 これに基づいて建造されたのが本級である。建造は、アントウェルペンの国カリル造船所とボエル造船所によって1974年より開始され、1976年までに4隻が浸水し、1978年より順次に運用を開始した。線形としては、平らパン型をもとに完備を一層分下げた、朝鮮首脳型とされている。 指揮官としては、巡航機として、自国の国家リル車製 CO-240V-12、ディーゼルエンジン2機、高速機として、ロールスロイス車製オリンパス TM3 バイトガスタービニエンジン1機を搭載し、減速機を介して2軸の可変ピッチプロペラを駆動する、コドッグ方式が採用された。ディーゼル1機で15ノット、2機で20ノット。 ガスタービンで28ノットでの航行が可能であったが、後にソナー更新などの改装を行った際に、ガスタービンでの航行速度は26ノットに低下した。本級は2000トン級という小型の艦でありながら、双方向の戦術データリンクに対応した C4i システムの搭載、およびシステム艦としてのシステム統合中高径艦砲を股間防空ミサイル。 艦隊艦がミサイル、対戦ロケット、魚雷発射艦と、対空、対戦、対水場に、バランスの取れた兵装の搭載などといった要素を、具備している。完備側からの写真。環境構造物後部には、ラティス構造の前、ホバッシュラが設けられており、その頂部には、放射撃式と、低空警戒兼用のシグナール射星、X バンドレーダーである。 WM-28 の卵型レドームが設置されていた。また、後部甲板室上に設けられた低い水には、S バンドの対空捜索レーダーである DA、DA-05 が設置された。ソナーとしては、当初は、カナダ製の SQS-505A を船底に備えていたが、後に、オイス -501 音響処理装置を連接して、 信号処理能力を向上させた発展型の SQS-510 に換装された。手法として、艦首艦板にミリー 68-100mm 単装速射砲を備える。また、艦備上艦板にはシースパローコ艦防空ミサイルのマーク298連装発射機が備えられている。ただし予備弾はなく、搭載弾は、 発射機内に収容された8発のみである。これらは、全症状の WM-28 による射撃式を受けており、また手法用の電子光学式の複法違反として、捜索兼用の政ジ無射精バイジー -105、イエムズも用いられる。なお、CIWS として、ゴールキーパーの搭載も検討されたが、これは実現しなかった。耐水上火力としては、 エグゾセ MM38 艦隊艦がミサイルの連装発射塔が上構え後端の両弦に一機ずつ搭載された。また、対戦兵器としては、6連ミ 375mm 対戦ロケット砲が、環境直前の01レベルに搭載されたほか、L5550mm 魚雷の投射機も備えている。本級は長らく、ベルギー海軍で最有力の水上戦闘艦として、 活動してきたが、小型の艦型ゆえに、装備の更新が難しく、老朽化が指摘されるようになった。このことから、4番艦は事故による損傷を修復せずに1993年に、退役、残る3隻も0年代の中盤から後半にかけて、順次に運用を終了した。これらの代替として、ベルギー海軍は、オランダ海軍を退役した。 カレルドールマン級フリゲートを2隻導入し、レオポルド一世級として収益させている。なお、ベルギー海軍を退役した艦のうち、0年代に退役した3隻は、ブルガリア海軍に売却され、再収益している。その他来た、大西洋条約機構諸国の同級艦、ありがとうございます。